私だけがいるということは、そうアプデ紹介の時間だな。今回は予告にもあったように、かなり大規模なアプデだ。アプデ内容は上に示してある。まず、調子、信頼、意欲を見えないように変更できる。設定から下にスワイプすれば変更できるぞ。調子などを見えなくすると、こんな感じにハテナで現れる。じゃあ、信頼とか見えなきゃわからないという方へ。コーチが信頼度や疲労度を教えてくれる機能も追加されたぞ。普段の呼び出し工程の間にコーチからの助言が追加された。一手間増えるが調子などハテナしてる人にとっては朗報だな。そして皆が気になっていたであろうプランについて。このように企業の欄から細かく設定ができる。プランについての詳細は後述するぞ。野手の場合、プランの選択肢はこのように少し狭まる。ともかく、こうした企業はスキップ勢にとっては朗報だな。より企業が自分の思い通りになっていくだろう。また、QS 数と HQS 数も追加された。地味に嬉しい要素かもしれないね。そして、試合においてのセーフなどの表記が変化してる。こうした細かい点のアプデも実はあったりする。もちろん、私が紹介している以外にもそういうのはあると思う。あとは選手適性の強化が挙げられる。4番向き、代打向きといったような適性の差異がさらに強まっていくらしい。最後に、プランについてを簡単に説明しようと思う。まず、野手についてだがこれは比較的わかりやすい。野手投手共通して言えるのは2軍の時の設定が少しだけわかりにくいといったところだろうか。スタメンからは2軍時の設定ができる。どんどん使う、普通に使う、休ませながら使うの3通りの頻度設定も合わせてできるぞ。投手先発の時は、特に上に記したような登板間隔だ。ただ、中丸日というのはあくまで基準だから当然変動はする。また、打者における代打代走守備固めの起用を受けた選手は、人数が足りない事態が起こらない限り、2軍やお任せのオーダーでスタメンになることがない。投手起用は主に上の通りだ。気をつけてほしい点は主に2点。それも上に記してある。ワンポイントと調整登板には注意してほしい。例えば、ワンポイントの続投可能性については、対左に強い投手が左者が続く打線に対して投げ続けるといったことが想定される。調整登板は例えば、僅差の試合がほとんどなくて勝ちゲーム起用の投手がずっと投げてない場合、たとえ僅差でなくても投げるといったことが挙げられる。投手の役割と起用方法はセットで考えるとやりやすい。例えば、クローザーは勝ちゲームにすることで、セーブシチュエーションで登板させやすくなる。起用の詳細は、いつかんのヘルプをぜひとも見てほしい。ということで、本日は新アプデについて紹介したぞ。他にも更新されてる内容や疑問点などあればぜひともコメントに残してほしい。それではご視聴ありがとうございました。